はい、皆さんこんにちは。ゆうです。中です。エリティブログです。今日のテーマはドイツと日本のカップルの違い。なんかあれだよね。付き合い始めからデートから、プロポーズから結婚式からとかいろんなフェーズで、そうそう、日本とドイツでいろんなこう違いがあるよねってちょっと皆さんにねシェアしたいと思います。なので今日の動画はそのドイツのカップルと日本のカップルの違いをちょっと紹介したいと思います。まあカップルといったら、うん、付き合う始めることから話さなきゃいけないよね。うん、ドイツのカップルが付き合い始めたら、まあ友達同士とかでどこかに出かけたり、うん、デートに行ったりして、うん、まあカフェとか。うん、遊園地じゃないかな。日本人みんな遊園地に行くイメージだけど、行かない行かない。分からん、東京に住んでる人はディズニーランドよく行くかもしれないけど、で大阪の人がみんな USJ に行くでしょ。ああ、なるほどね、そういうイメージね。名古屋の人はレゴランド行かないだよね。まあでも日本、多分ね、デートのスポットはドイツと日本あんま変わんないと思うよ。なんかカフェ行くとか、まあ、映画見に行くとか、あ、はいはいはい、なんかディナーを食べに行くとか、はい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 、あとはなんか普通に家でね、ゆっくりまったりするとか。ない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 。あ、ないの？家、お家デートないの？ドイツで。ない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 、それはデートと言わない。いや、だからなんか私たちみたいに長く付き合って、うん、こうソファでゆっくりしてテレビを見たりするのはあるけど、付き合い始めの1回目、2回目で家になんかまったりするはないわ。でも日本人はどこかにデートに行く前にまず告白があるでしょ。ないないない。どういうこと？テレビで見たよ。え、どういうこと？いつもテレビで見てるよ。なんかあの大学生が喋ったことない女性に行って、うんうんうん、好きです、付き合ってくださいみたいな。ないない。何それ？それあれじゃない、テレビがなんか面白おかしくやってんじゃない？違う違う、それだよ、それがイメージだよ。あの皆さんテレビのように告白したことあるが いるなら教えてください。全く知らないやつに。そうだよ、急に告白されて。だからそれは日本の文化だよ。デートに行きましょうってことでしょ。それは日本の文化だよ。いや、ちゃんと普通に何回かデートっていうほどデートじゃないけど、何回かこう会って、3回とか4回とか会ってお互いのことちょっと知り始めたら告白してちゃんと付き合ってっていうステップで。いや、それはドイツだよ。いや、日本もそうだよ。そこはそこは一緒だと思うよ。なんかデートの中でなんかご飯食べに行った時にどっちがお金払うとか、その辺はちょっと違うかもしれないけど。ああ、違うと思う。なんか日本だと一昔前だと、もうデートに行ったら全部男の人が全部払うとか。ああ、でもドイツも昔そうだったよ。でも多分今は多分全部払うっていうよりは、あの例えば1万円の料金だったら7000円男の人が払って、女の人が3000円払うっていう風に多分ちょっとシフトし始めてきてはいるけど、依然として多分ね、男の人の方がちょっと多めに払うっていうのはあると。ドイツはそんなのがない。もう完璧にあれスプリット、半分半分とか。あ、半分半分でもない。あの自分が食べた飲んだものだけを払う。あー、そっか、そうだね。女性の方がサラダとお水だけを飲んだならその分だけを払う。すごいそこドライだよね。自分が食べたものはこれだから私はこれを払うってことでしょ。そうだね。なんかすごい、なんかそれ悲しくならない？なんかそこですごいパーンって切られてる感じがするじゃん。もうそれデートだけじゃないから。まあそっか、デートだけじゃなくて普通にご飯食べに行くときも友達とかで行ったらとか。まあでもそれあれか、ドイツがさ、プレート料理でご飯を食べるじゃん基本的に。ワンプレートでプラスビールとかでご飯食べるから、なんか明確に私の分はここってそうだね、分かる。日本だとなんか居酒屋でさ、いろいろ頼むとか、中華行ってもいろいろ頼んでみんなつまみつまみ食べるから、なかなか俺ここまで食べたけどここまでみたいな結果になるから、だからまあ割り勘とかいう文化があるのかな。そっかそっか。でもだったら 50%50% でいいんじゃない？あ、でもそういうカップルとかもう全然いると思うよ。あ、ちなみに相手を見つけるのもなんか違うでしょ、うん、あ、なんかドイツに合コンとか。そうだね、日本合コンはね、婚活、婚活もある。ない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 。婚活イベントでしょ。まあ、それ初めて聞いた時におかしいなと思ったよ。そうだよね、合コンとかって日本独特の文化だよね。どういうこと？
なんかあの海外にこうスピードデーティングがある知ってる、うん、知らない。まあ合コンのようなことだけど10人の女性と10人の男性が1個のところに集まって、うん、で10個のテーブルが置いてあって、うん、でそこに5分ずつちょっと話して、はいはいはい、でなんかパートナーチェンジどんどんぐるぐるして10人の人にいろいろ話してファーストインプレッションでまたちょっと次話したい人を決めるみたいな。そうでもそれなんかね日本の婚活に似てるね。あ、婚活のイベントとかも多分そういうシステムを取ってるところはあると思うよ。婚活はよくなんか両親がセットアップするって聞いた。あ、それはお見合い。あ、また違う。うん、で両親が紹介してあの本当に初めて料亭とかで会って初めまして初めまして結婚しよう結婚しましょうなるのはお見合い。それはドイツにない。まあお見合いはね多分本当に日本独特なのかな。そう今もあるの？お見合いは多分今もあると思うよ。へー、文化として残ってると思うよ。はー、あとなんか俺たちが思ってるみたいにお見合いも多分ねそこまで堅苦しいお見合いじゃなくて今は多分なんかカジュアルお見合いとかもできてるんじゃない？なんか日本は着物とスーツ着てるとかじゃなくて なんでも硬いイメージだからまあそうだね。でもお見合いは硬い方だね、かなり。そうだね。ちなみにその反対はカジュアルすぎて Tinder とか、あー、海外アプリでスワイプしながら、まあね、はい、NO NO NO でしたやるの日本人。でもなんかそういうマッチングアプリで彼女彼氏を見つける人多分すごく多くなってると思うよ。パートナーを Tinder で見つけたなら教えてください。ああ、そうだねTinder が有名なのかな日本。なんかいろいろなアプリあるじゃん。分かんない、日本のアプリが分かんない。海外だと Tinder、日本だと多分違うアプリが有名だと思う。付き合ってからずっと一緒にいたいなと思ってる日本人のカップルが両親に会うでしょ。会うね。両親に紹介するときはもうほぼこの人と結婚する意思があるときに、まあ、両親に紹介するかな。だから両親に誰でもいいから彼女を両親にどんどん紹介するっていうのはあんまないかも。ハードルが高いかも。逆にドイツはハードルが低すぎる。あ、だから誰でも付き合った人はとりあえず両親と一緒にご飯食べに行ったりとか何にも思わない。だから私の両親は今までの彼氏全部あったよ、うん、それが割と普通。これは今付き合ってる人だよって感じ、うん、だからみんなフレンドリーに。そう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 カジュアルってことだよね。そうカジュアル。そんな硬い挨拶しに来ましたとかじゃなくて、うん、じゃないじゃないじゃない、ちょっと遊びに来たよ、うん、みたいな感じなんですね。そう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 。でもそれいいよね。うん、とりあえず、まあ、日本人は一人を紹介する、ドイツ人は誰でも紹介するという感じだ ね。 そうだね。まあ紹介した後にどこかのタイミングでプロポーズが来るでしょ。来ますね。プロポーズは日本人はどうやってプロポーズする？プロポーズはどうやってプロポーズするかまあ人によって違うと思うけどそうだね。本当になんかそれこそさっき言ったディズニーランドとかで、なんかロマンチックにあるね、イメージがあるね。プロポーズする人もいれば、女性みんなディズニーランドでプロポーズされてほしい。そうそうそう。でそういうなんか頑張ってサプライズをするプロポーズもあれば、なんか本当になんか家にいてソファーに座りながら結婚しようかみたいな、こういうなんかすごいカジュアルというかあのまったりした感じでプロポーズする人もいるし、うん、でもそこが一緒だなって今思ってる。まずカップによるからね、うん、多分文化の違いっていうかその男の人と女の人の性格にもよるじゃん。サプライズが好きな女の子だったらサプライズしないと後で殺されるとか断れるそうそうそうでも一個の違いはある。プロポーズする前に男性が女性の両親に行って、うん、結婚したいんですけど大丈夫ですかみたいな話をする。あー、そうだね。まあ、しない。そこは日本と全然違うね。しないところもあると思うけど、まあ、大体は多分やると思う。日本は？日本はその女性の両親に事前に挨拶に行くことはないと思うよ。なんか両親が反対するならどうする？それはなんとなく空気でわかるまあそれはそうだけど、でもまあプロポーズが成功したら一緒に会いに行く。一緒に会いに行く。あのプロポーズされましたみたいな。そう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 。で逆にそこで初めてお互いの両親に初めて会うっていうケースも多いと思う。ちょっと怖くない？怖いわ。もうプロポーズすることを決めて両親に会ったら、こう両親が「いやこの人は嫌だよ」って言ったらどうする？あ、でもね多分そういうのもあると思うよ。それでもうちょっとまだうまくいかなくなっちゃうケースとかも
全然あるの。それだったらなんか早めに知りたいな。プロポーズしました。うん。一緒に住むか住まないかどっち。結婚する前に。はい。半分半分じゃない。ああ、多分 50% ぐらいの人は結婚で本当に籍を入れる前にちょっと同棲半年とか同棲するし。プロポーズする前は。プロポーズする前はそこもどうだろうね。なんか付き合ってる間に同棲し始めるカップルって全然いるから日本でも、うん、でも全員が全員想像するわけじゃない。多分そこも半分半分かな、うん、付き合ってる間に同棲し始めてプロポーズして結婚していく。ドイツはどっちかというと、うん、一緒に暮らさないとプロポーズできないと思ってる人が多いと思う。あ、ちゃんと同棲してお互いのことを本当に生活レベルで理解した上でプロポーズして OK の、あの一緒に暮らさないと、うん、まあ分かんないからね。青かどうかは全然分かんないよ。分かんない。まあその綺麗好きでそうでもない人とか早起きとか、うん、夜遅くまでやったりとか、うん、いろんな問題点が一緒に暮らさないと気づかない、うん、だから怖い。日本のカップルで同棲とかせずにプロポーズして結婚して籍入れてから一緒に暮らし始めるとかも全然あるけど、うん、ね、俺はあんまり理解できないから。ちょっとリスクが高い気がする。リスクが高いよね。そうそうそう。ここで会わなかったらどうすんだろう。だから日本ではなんか1年以内に離婚する人が多いじゃないか。ああ、そうかもしれない。だから本当は会わなかったって気づいてやめましょうみたいな。結婚してみて実際暮らし始めたけど、あれこんな人じゃないと思ってたけどみたいなのがあるってことだよね、うん、同棲してないから。まだトピックがいっぱいある。半分しか喋ってない気がするけど。やばいね。いつも通り喋りすぎてる。でもなんか2人とも喋りだね。トピックがトピックだからさ、そうだ、こう盛り上がるじゃん。話し合ってめちゃ面白いよね。うん、俺たちはすごい面白い。面白いね。でも見てくれてる皆さんがどれぐらい楽しんでいただいてるかわかんないけど、ちょっとこのタイミングでストップしなきゃいけない気がする。一旦この動画はここで終わらそうと。30分の動画誰も見たくないと思うから、ね、この動画をここで止めて。そうだね。面白かったならこのドイツと日本のカップルの違いのパート2も作ろうかな。そうだね。だからこの動画がどれぐらい反響いいかで決めようか。別になんか全然人気なかったら俺たちだけは楽しんでるだけだから。まあ別にそれでもいいんじゃない。まあいいか。あ、誰も見なくてもいいけど私たちは楽しんでるから。確かにそうだね。結婚式の違いとかもあるし、そうだね、家事の違いとかもあるし、結婚した後のお金の管理の仕方とかね。で、一番でかいトピックは愛情表現でしょ。あー、まあ確かにね。で、好きだから。やめてあー、助けて誰か。愛情表現が違う。そうだね。だそういうところも全然違うから、まだまだね、いろいろ喋りたいことあるけど。そうだね。一旦この動画はここにストップして、ではこの動画が面白かったなら高評価お願いします。この下にどこかにボタンがあるので登録ボタンを押してください。ぜひね、楽しかったら登録ボタンも押してください。ちなみにあんまり行ったことないのが、うん、インスタもやってます。 LT アンダーバーブログ、ここかここら辺に入れる。インスタをやってるのでまだチェックしてない人はぜひチェックして、そこもフォローして、なんかインスタでね質問をね募集したりするから、Q&A とかあの意見を聞いたりして、うん、いろいろやってるのでぜひそこでもうフォローしてください。というわけでこの動画を終わりにします。次の動画は3日後にアップされるので、それまでバイバーイ。